どうもーカゲアです。今日はですね、年末年始をどう過ごすかということについてお話ししたいと思います。えー、昨日ですね、昨日の晩ですね、夜なんですけども、空手道場の稽古が、えー、今年最後の日になりました。なりましたというか、これ最後の稽古日というところで、えー、ちょっとね、えー、遅れていくことに僕はなったんですけども、えー で最後の先生とのそのありがとうございましたという話とあと先輩と、えー、1年間ありがとうございましたという話話というかまあそういう挨拶をねさせていただいてこうまあよかったなというところとですねこう、えー、1年間通してね、えー、全くサボらず、えー、行きました。 えー、コロナ禍、あのーなんかね、5月ぐらいかな、あの時が緊急事態宣言が出た時だけ、道場の稽古がちょっと休みになった期間がありますけども、それ以外はね、えー、しっかりと僕、通わせていただいて、ですね、えー、昨日帰ってきた時にですね、ものすごく心,心っていうか、自分の体の内側から、ね、こう満たされたような、ねえー、<coughs> 気持ちになりましたね。その 一年間やり通したんやということでですねかなりこう自分の中に充実感がありましたなかなかこう味わうことのできないような充実感を味わうことができましただから前まあちょっとそれに近いので言うとですね僕が森山ハーフマラソンに出てですね一時間四十六分三十七秒かなそれぐらいのタイムを出した時があるんですけども結構こう毎日走り込んでですねその成果がその 出たとというところですごくこう充実したその自分の中の満足感というかね満足のいく気持ちになったがことがあったんですね。で えー、だからみんなこうジョギングで大会出たりするとそれを味わえるんでみんな走らはるっていうところもあると思うんですよね。でそういうのに近いんですあれはまあ一日その日っていうことなんですけども、えー、空手に関してはねこう週2回こうコツ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 こう通っていっての成果ということでですね。ほんでえー、最終的に 昇級試験で1級まで行くことができたということでその空手のその自分の生活としてはですね空手の活動としては、えー、それなりにこう良かったかなとただえー、だからねどういうんですかね1級という結果はまあありがたいんですけども。 ままだまだその自分の,そのスキル的なこといろんなこと、えー、精神的なこともそうですしまだ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 なんでその黒帯に来年ですね2021年は黒帯にどこまで自分が近寄れる黒帯のえ状態に近寄れるかっていうところをこう自分との戦いというか勝負というかそういうのをこうしていく1年になるかなと空手に関してはですねそういうふうに思いました。 ということでカで、ねえーまあ、空手昨日は空手道場のそういうことがあって、こうすごくね、えー、自分には良かったなというふうな感じで、えー、終えましたと。ほんで、えー、今日のテーマ、年末年始をどう過ごすかということなんですけども、えー、一応お店の休みが30日ですね、12月30日、31日、1月1日、2日と、この4日間がこう僕の休み。えー、1年間で、えー 1> 1年間でで回だけある連休ですねねずーっと、ね、夏もねお盆も全部僕は木曜日だけが休みなんですよねでずーっとそれを1年間通してきてこの正月休みだけは4日間あるとえ去年も4日間か5日間かあったと思うんですけどこの4日間をね、えー、僕はこうそれなりにねこう充実したものにさせたいなというふうに今考えておりますでえー、まあ朝のね 朝の活動動きっていうのはそんなに変わらない状態でやっていきながら、えー、昼からですね昼からこうインプットというかね、えー、そっちの活動をしようとどっかこう行きますいろいろこう動きます動いてほんでまあ夕方ぐらいに帰ってきて夜はね例えば映画見たりとか本読んだりとかねドラマ見たりとか、えー、バラエティ見たりとかまあゆっくり過ごすんですけども まあ、お酒を飲みながら過ごすと。だからお酒を4日間か5日間が連続、えー、飲むことになります。この正月だけは、えー、そういう風に過ごそうという風に考えています。んーでーだからその一番の,その自分のこれからねその過ごすためにこうやることをちょっと考えるんですけども、えー、午前中はだからアウトプットですね。アウトプットの時間にします。いろいろとこう自分でえ何かをこう 作り出すす思考するだから頭でこう考える考えてそれをこう吐き出すような形、えー、出していく形にしていく時間にしてで昼からが結局例えばこう何々寺っていうとこ,こう僕がメモしてるところがあるんでそのお寺さんとか、えー、神社とかそういうあまり有名じゃないかもしれないんですけどもそういうところをちょっとこう回ってみるとかですねあとはちょっとちょっと遠めの、えー、お店。 に行くとかですね、うん、あと何かこうやってる催し物があればそこへ行ってみるとかだからあんまり混んでるところには行かないつもりではありますけどもで、えー、元旦とかは初詣、えー、はちょっと行けないだろうとだ混んでしまうとちょっとあまり良くないと思うんで、えー、元旦2日というのはちょっと違う動きでどっかこう、えー、どっかにこう行ってみようかなと思っています。 例えばその元旦やってないかな正月やってないか平和記念館とかねそういうのもありますし行きたいですけど多分やってないですね、うん、だからまあまあどっかやってるところ正月から空いてる場所っていうところに行きたいなとあとはちょっとこう自然というかねそういうところをこう見て回るというのもいいかなと思ってます。 うん、自然でこう美しい景色とかそういうのをこう、えー、ちょっと調べていってそこの、えー、見てちょっと写真撮ったりとかね、うん、していこうかなというふうな感じで思っております。ということで、えー、年末年始をどう過ごすかということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。